一丁上がりっと。これで大体300万くらいの儲けかな。あの社外秘情報をゲットしたのは大きかったな。はいはい、どちら様。あ、ゆうくん、やっとつながった。なんだ姉さんか。もうなんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？ダメよ、レトルトばかりじゃ。学園もちゃんと行ってる？せっかく頭がいいんだから。食べてる食べてる、行ってる行ってる。それじゃあそういうことでおやすみなさい。あ、待てゆうく。やれやれ、いい加減弟離れしろっての。学園ね、一体何が面白いんだか。悪いけど今はこっちが忙しいんだよね。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。私も恋愛相談してみようかな。ずいぶんと盛り上がってるわね。あ、ヒイラギさん。ねえ、ヒイラギさんももうダウンロードしてみた？ダウンロード？何のこと？まだ知らないんだ。神様アプリだよ。
悩みがあっという間に解決するって評判なんだから。へえ、そんなアプリがあるのね。盛り上がってるね。休み明けからえらくやかましいっつうか。神様がどうとか一体何の話だ。なんだお前、知らねえのか。だったらこの俺が教えて死んぜよ。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。かわいい。なんだこれ。神様の言う通り、今女子の間で人気の対話型占いアプリだ。だと言われてもな。まあ見てろって。例えばここにこうやって悩み事を入力するとだな。まずは出会いのきっかけを作ることじゃ。それと家業を手伝うなり、部活に汗を流すなり、何かに懸命に励むがよい。がっつきすぎずに己を磨けば、おのずと道は開かれるぞい。ってな。こんな感じに神様がお告げをくれるわけ。はあ、噂には聞いてたけど、本当に的を置いてるっていうか。お店のこととか部活のこととか、ちゃんと環境も分かった上でアドバイスしてくれるんだね。どうよ、分かったか、このアプリの凄さが。なんでお前が偉そうなんだ。でも実際かなりの精度で当たるっていう話だね。アプリのレビューも高評価で、連休のうちにダウンロード数も一気に伸びたみたいだし。私は使ったことないけど、女子に流行るのはわかる気がするな。みんな占いとか大好きだもの。だろだろ。女子に人気か。さてはお前、こいつをネタに女子と仲良くなろうとかしょうもないことを。バカにすんじゃねえぞ。硬派で通してる俺がそんなわけ。まあなくないこともなくなくないというか。ごん、それはさておき、このアプリが話題なのは他にも理由があってな。なんとこの森宮学園にいる生徒の誰かが開発者らしいぜ。そうなの。でも生徒って、うさんくせえ話だな。でも本当だったら確かにすごいね。はい、ホームルームはここまで。ひらぎさん、号令お願いね。起立で。そろそろ行かないと。なんだ、妙に急いでんな。うん、ちょっとこの後端末室の方で仕事が残ってて、テキパキ片付けないと帰りが遅くなっちゃうから。うん、トワ先生ってほんと忙しいですよね。担任や委員会の顧問に加えて、学年主任の補佐みたいなこともやっているみたいですし。あまり無理はしないでくださいね。あ、なんだったら俺手伝うっすよ。大丈夫、心配してくれてありがとね。それじゃあコウ君、みんなも気をつけて帰ってね。さてと、俺もそろそろ行くか。コウちゃん、今日もアルバイト？ああ、
今日は蓬莱町だなと。また夜のバイトなんだ。あのね、こうちゃん、そんなことじゃまたおじいさんに。分かってるって。この前もしごかれたばかりだもんね。ま、夫婦漫才はそれくらいにしとけ。そんなことより、これを見てみたまえ諸君。ってなんだそりゃ。あ、もしかして前から言っていたあれ。そう、今日の夕方からあのアクロスタワーで行われるスピカの限定ミニライブチケットだ。チケット取れたんだ、よかったね、レオタ。やれやれ、話がそれたか。アクロスタワー、あんなところでやるのか。ちょっと北にある森宮市のランドマークだよね。いろいろな商業施設も入ってステージもあるらしいけど。うん、他にも美術館とか水族館なんかもあるんだよ。そう、そこでスピカがたまにライブをやってるってわけだ。いやー、このチケットを取るのもマジで苦労したんだぜ。なんたって結成3周年、気合の入れ方が違うからな。やれやれ、平日なのにご苦労なこった。まあ新曲ってのも確かに悪くはなかったし、人気があるのもわかるが。お、もしかしてついにこうも目覚めたのか。今まで散々貸してやってもろくに聞かなかったくせによ。何せ当の本人に手渡されちまったからな。まあ試しに聞いてみたら意外に良かったっつうか。そうだろそうだろ。ま、今日は当日券もねえだろうから、せめて感想は一番に聞かせてやるよ。次のミニライブは一緒に。あれ、この音、リョウタ君のサイフォンじゃない。ああ、神様アプリの通知が入ったみてえだ。今日の運勢を自動で知らせてくれる設定にしてたんだよな。どれどれ、なんだこりゃ。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽しい一日はあっという間におしまい。心の準備だけはしておきましょうね。んだよこの画面は。それにこの内容って、交通事故？おいおい、こんなのが表示されたのは初めてだぞ。勘弁してくれよ、せっかくテンション上げてたのに。演技でもね。ライブ前にこんな不吉なもん見たくなかったっつうの。ったく、お前って割と気にしいなところがあるよな。占いは占い、そんなもんに振り回されるなんてアホらしいぜ。うん、いいことが書かれた時だけ信じて楽しむ程度でいいと思うよ。そうだね、単にアプリがバグっただけかもしれないし。そっか、そうだよな。よし、こうなったら今日はライブのことだけ考えるぜ。ああ、待っててくれ、スピカのみんな。たく、単純なやつ。でも元気が出てよかったね。リョータが沈んでるとみんな暗くなっちゃうからね。 Indeed it is live.
おう、空に相沢か。こんにちは。時坂、今帰り？ああ、今日もバイトだ。二人はこれから部活か？はい、今日は部長たち3年生と紅白試合をやる予定なんですよ。私ら1、2年の複合チームで挑むことになっててね。連休中に空と特訓した成果を見せてやらないとね。はい、打倒舞部長です。あの人ひょうひょうとしながらインハイの常連だからね。気合入ってるじゃねえか。相沢はもう大丈夫だな。空とも今まで以上に仲良くなったみたいだし。おい、確か3年生の。あ、往来の邪魔だ。ラベルなら脇でしとけ。あと、道を塞いじまってたな。すみません。まあいい。まあ、ダベれるだけ仲がいいのは結構なことだな。あ、はい。はあ、びっくりした。高畑しおか。学園、いや森宮でも屈指の不良とか言われてるみてえだが。ええ、喧嘩上等で何度も流血沙汰を起こしてるって噂よ。でもソラ、もしかして知り合いなの？ん？ええ、商店街のあたりでたまに見かけることがあって、学園の上級生みたいなのでいつも挨拶はしてるんですが。その、悪い人だったんですか？まあ礼儀ってのは武術の根っこにあるものだけど。ま、空らしいじゃねえか。それに噂に聞いてた極悪のイメージとは違ったな。首輪の外れた野犬みたいなタイプなのかと思ってたぜ。ええ、思ったよりずっと落ち着いている人っていうか。やっぱり見かけとか噂で人を判断しちゃダメね。私も空を見習わないと。よくわかりませんけど。あった、先輩、そろそろ部活が始まっちゃいますよ。そうだった、舞部長にどやされる。時坂、また明日ね。おう、またな。失礼します。Thank you.
頑張ります。やったできました。それじゃあ始めましょう。はい、完成よ。それじゃあ始めましょう。こんなアレンジはどう？まあ見ていけ。
おお、何の用だ。それじゃあな。アクロスタワーに来たが、いやー早くもすげー人出たな。ファンだけがわかるこのワクワク感、俺は今最高に幸せだぜ。
どんな用かしら。それじゃあね。
行くぜ。やあ、いらっしゃい。毎度あり。さて、どこにある？
反応ありか。Yes.
交代するぜ。出番だな。変わります。交代するぜ。交代、あら、シュート。
ね。交代する。なんとか倒せたか。あとはお願いします。いいものみたいね。よっしゃ、バッチリだぜ。一息つけそうだな。どれ、話してみるがいい。なるほど、ご苦労じゃったな。ほんの心づけじゃ、受け取るがいい。次も期待しておるぞ。
反応ありか。交代するぞ。交代する。交代するぜ。行け。行け。交代する。交代するぞ。行け。
ブリザードピア。交代するぜ。するぜ。するぜ。はっ、はっ、だあ。なんとか超えられたな。交代するぜ。心して当たりましょう。マキシマムレイジ、やったぜい。
いいものを手に入れたな。よっしゃ、バッチリだぜ。異界の探索には思った以上にエネルギーを使うものよ。いざという時のためにも何かお腹に入れておくといいかもね。どれ、話してみるがいい。なるほど、ご苦労じゃったな。ほんの心づけじゃ、受け取るがいい。ではまたの。おお、何の用だ。まあ見ていけ。また来い。
ごめんください。こう、いるか。おっちょまします。なんだか久しぶりだね。さっきこうニアーでつぶやいてたでしょ、一旦家に寄るって。まあそういうことだ。たく人が悪いぜ。バイトまで時間があんならそう言えっつーの。ああ、始まるまでまだちょっと時間があるしな。席も予約済みだし、心配してくれなくてもいいぜ。ありがとう。ま、たまには男同士のんびりしようぜ。
ドレスくらいは送ってあげる。あ、分かってるとは思うけど絶対転用禁止だからね。用件は何じゃ？それじゃあまたの。
ミッシーパニック With 魔法少女マジカルアリサ。難易度を選んでね。ミッシーパニック。それじゃあまたね。爆鳥遊戯ウィズ魔界王子リーン、舞台を選ぶがいい。爆鳥遊戯ウィズ、また会おう。爆鳥遊戯、舞台を選ぶがいい。さあ、遊戯の始まりだ。No fucking way. Are you? よし、ゲットだ。
それ。まずまずだな。それ。よし、ゲットだ。爆鳥遊戯、また会おう。ミッシーパニック、ウィズ難易度を選んでね。ゲーム開始ね。ミッシーパニック、それじゃあまたね。お手柔らかにね。カードを引くよ。そちらの先行ね。クリア。切り直しよ。それじゃあ私から行くね。これはどうかしら。え、そう来るの。クリア。仕切り直しよ。それじゃあ、負けちゃったか。お手柔らかにね。カードを引くよ。それじゃあ私から行くね。クリア。仕切り直しよ。そちらの先行ね。クリア。仕切り直しよ。それじゃあ、負けちゃったか。おめでとう。レベルアップよ。
あれ？時坂じゃないか。げ、佐伯先生。奇遇だな。こんなところで何をしてるんだ？よりにもよって教師に見つかっちまうとは。ちょうど仕事帰りでな。ちょっとした力仕事もあったから、一杯やれる店を探してたんだ。ああ、そういえば端末室で九重先生を手伝ってたっすね。結構いい動力端末が導入されるみたいっすけど。ああ、大変だったが君らの授業には役立つだろう。しかし困ったな。九重先生から深夜のバイトについて小耳には挟んでいたが、高速違反スレスレのグレーゾーン、俺はどう対処すべきだろうな。なんてな。冗談だよ冗談。俺も教師がこんな繁華街で飲んでるなんて知れたら、いろいろとやかく言われそうだしな。ま、放課後だし固いことはお互い一個なしにしよう。助かるっす。意外と話がわかるんだよな。しかしいい店だな。うまい酒を出すし雰囲気もいい。実は俺この近くに部屋を借りててな。時坂もいることだし、せっかくだからこれからも通ってみるか。勘弁してくれないっすかね。どうし、あっせ、アルバイト終わったか。テンション高えな。ああ、今終わったとこだよ。タワーでライブだったか。そっちも終わったのか。おお、さっきな、まだすっげえ余韻が残っててさ。春菜に、レイカに、リオンも、若葉ちゃんにアキラも最高に輝いてた。なあ、わかるか、こう。あの時、スピカと俺たちファンは、光の向こう側で一つになったんだ。切っていいか。まあ、待て、聞けって。この溢れる思いを共有してくれよ。生のステージは別物なんだぜ。お前も体験すればきっと…おい、リョータ。切れちまったのか。なんだよ、今の。まるで、
たら最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽しい一日はあっという間におしまい。心の準備だけはしておきましょうね。冗談だろ、まさか。おはようっす。なんつってもう昼か。いや遅くなっちまったな。俺がいなくて寂しかったろうみんな。なんだよ、こんな時くらい優しくしてくれっての。